格闘技に通用する筋トレっていうようなフィジカルトレーニング、ちょっとプッシュアップより負荷がだいぶ強いので、肩ね、結構こうシャドウをこうやってやってる人多いですよね。肩の、まあ、こういうのもだけど。はい、こんにちは。格闘技研究家の土屋です。今回はまた一人でやらせていただきます。今回はね、こういうコメントについてやっていきたいんですけど、フィジカルトレーニングについてまとめてほしいですってことですね。ご要望ってことで、ぜひね、やらせていただきたいんですが、YouTuber もしくはいろんな人、フィジカル関係のプロフェッショナルいっぱいいる中で、フィジカル全くやってない人間があんまり言いたくないんですけど、ただ、前結構ガシガシやってて、やってない人よりはやってた。やってる人よりはやってないっていう。中の下ぐらいまでやってた。っていう感じですかね。だからそれが格闘技に通用したか、何のトレーニングがどう生きたかっていうことも踏まえて、フィジカルしかやってないトレーニングの人よりは語れるのかな。ただ専門的な部分って言ったらバキバキムキムキの人よりはわからないっていうことなんで、ウェイトトレーニングとかそういうトレーニングですね、筋肉をつけた時に役立ったか、理論的にねこういう部分で通用したとか、そういうところを柔道整復師って言ってね、体の専門の資格も持ってますので、そこの踏まえてですね、だからボディメイクっていうよりは格闘技に通用する筋トレっていうような括りでフィジカルトレーニングちょっと解説をしていきたいと思います。では行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあ各トレーニングの説明の前に総集編として、フィジカルトレーニング、筋トレは格闘技に必要かどうか、これは必要な人もいれば必要じゃない人もいるというふうに私は思ってて、どういう人が必要なのかというと、超一流になりたい人、チャンピオンになりたいとか世界に出たいっていう人は絶対必要。その辺の人は絶対にやってますね。専門の人つけながらやって、体壊さないように目的をしっかりしてやってるっていう感じですね。その人でやってることは多分違うっていう形ですね。全員が同じようなフィジカルトレーニングやってるとは限らない、そういう形だと思います。あとはアマチュアって言うと失礼ですけど、技術が伴ってないけど勝ちたい人というか、強くなりたい人、技術を深めるというか上手くなりたい、テクニックで勝つっていうよりはもう単純に強くなりたいっていう人はやったらいいと思います。なんでかっていうと、テクニックの差を埋められるからですね。特にもうインファイトでガシガシ押していくとか、ボクシングだと難しいと思いますけど、プッシュとかありなルールだったら異次元ぐらい強いです。ボクシングもプッシュなんかちょっとありっちゃありみたいで、ちょっとグレーゾーンなんですけど、止めるレフェリーがあんまいない、多分上の方まで行ったら多分ダメなんでしょうけど、だから意外とどの格闘技でもプッシングが使えるんで、ブルドーザーみたいに押してリング発でこうボコボコできるっていうので、意外と通用しちゃうっていうので、フィジカルもそこで活かせますね。逆に言うとフィジカルだけだと通用しない層が多分出てくるんで、そこは本当にテクニックを磨く時期というか、私はそうでした。最初はもうフィジカルだけで押しててあんまり負けねえなみたいな感じだったんですけど、ただそっからなんか攻撃当たらん、当てられるみたいな瞬間が出てきて、そっからフィジカル全くやめて格闘技のテクニックだけにシフトしていったら体細くなりました。パワーもちょっと減ったんですけど、格闘技はパワーじゃないっていう理論に落ち着き、今はパワーも大事や、テクニックも大事やっていうところにちょっと落ち着いてますけど、だから今の層というかね、レベルっていうと失礼かもしれない、レベルによると思います。で、私はフィジカルトレーニングで関節とかぶっ壊したたちなんで、おすすめはしないんですけど、ただやっぱ体がマッチョになってムキムキになってね、プロの世界とか脱ぐと思うんで、見せる機会があったらやっぱスター性とかも磨かれるっていうか、人気も出るし、ね、細いよりはそういった意味でも筋トレやるとね、自尊心とかも上がるんで、そういう観点でも大事なのかなと思います。じゃあ早速ねやっていきましょうか。じゃあまず胸の種目ですね。胸の種目、これ日本人男性だったら全員好きな胸の種目、これ大事なのか、よくねパンチの邪魔になるとかって言いますけど、自分も大事なのかなって思ってて、なんでかというとやっぱ胸の種目ってこうベンチプレスとかプッシュアップとか何かを押すっていうことなんですよね。で、押すっていうことはやっぱ間接的ではありますけど、まあ、人の押す力が強くなるっていうので、押す種目って胸だけじゃなくてこの三頭筋ですね。三頭筋も使うんで、立位姿勢で押すって結構三頭筋が強いと結構強いのでね、ムエタイとか固める時も三頭筋すごい使うんで、ベンチプレスとかやっていくと胸っていうより背筋と三頭筋で押すことがほとんど増えてくるっていうか、私も130キロぐらいまではあったんですけど、もうそのぐらいまでいくともうほとんど胸使ってないっていう、背中でグラッみたいな感じなんで、背筋、背中の部分で固めるっていうね、そういう技術が、筋肉の使い方ができるっていうことで、胸の種目っていうのは有意かな。特にプッシュアップ、このプッシュアップですけど、
この時にプッシュアップっていろんな筋肉の操作ができるというか、もう100回とか何百回とかやると、さすがに三頭筋とか胸だけじゃダメというか疲れてきちゃうので、いろんなところで負荷を逃がしたりとかできる、そういうそのマッスルコントロールみたいなことができるので、筋肉が疲弊した時に代用するっていうこう技術みたいなのも磨かれるんで、一概にあのウェイトトレーニングのプレス系だけじゃなくて、やっぱこう自重のプッシュアップとかも私は大事だと思いますね。単純にプッシュアップは楽しいというか、怪我しないし、手首の負担がね、ベンチプレスは100キロ以上だと、まあ、自分結構手首細いんで、100キロ以上だと結構もうミシミシ言うので、もう2、3年やってないです、100キロ以上。なのでプッシュアップの方が自分は好きですね。で、あと、まあ、胸の種目で言ったらディップスです。ディップスです。ディップスをこう前傾して胸に効けばいいんで、ちょっと小さめでもいいと思うんですけど、まあ、この辺でもいいと思うんですけど、まあ、これもね、回数が本当にできて、まあ、形もね、外側から下側も効かせられるんで、これもいいんじゃないかな。プッシュアップより負荷がだいぶ強いので、3倍ぐらい、体感したら3倍ぐらい強いから、10回、20回はプッシュアップの60回ぐらい相当する気がします。他に言いたいこといっぱいありますけど、胸は以上。はい、次にね、握力についてですね、よく、大バキ。パンチ力は握力かけるスピードかける何かみたいな、だった気がしたので、握力ってパンチ力に大事なんだって思ってる人が多分日本の成人男性の8割方だと思うんですね。私もねそう思ってました。バキ連載当時大学生の時に見始めて、握力最強だったらバキやっぱ強いんだと思って、ですんごい鍛えまくって70キロぐらいになったんですけど、当時ねやっぱパンチ力俺強いと思ってましたけど、とあるトレーナーに君パンチ力ないねって言われて、握力じゃないんだと思ってで、その後トレーナーになって握力じゃないなと思いましたけど、ただ握力を鍛えていいメリットもいっぱいありますね。何かっていうと、握り込みが掴む力とか、握力ってこの力だけじゃなくて対立筋とか母子球筋みたいなところもちっちゃい筋肉も全部含めての握力なんで、そこが鍛えられますので、相手のパンチをこう少し捌く時も少し握力とか使うし、指の力とか、あとは特にボクシングはちょっとわかんないですけど、キックとか多分総合とかだと掴んだりとかも OK になるんで、握力がすごいあるとコントロールをしやすいなんで、握力って使うんですよね、意外とね。あとは握る時にやっぱこの辺の腱とかが鍛えられますので、握った時の手首の固定力っていうのかな、多分高まるんじゃないかな。やっぱ手首痛める人多いと思うんで、握力とかこういうリストカールとかそういうのも大事だと思うんですけど、私はこっちはね逆に50キロぐらいしかなくて、こっち70キロないし、こっち50キロぐらいしかないんで、こっちの固定力なんか甘い気がするんですよね、右に比べると。だから本当に無駄ではないなっていう感覚ですね。ただ井上尚弥選手は握力50あるかないかみたいなこと言ってまして、多分私より破壊力1000倍ぐらいあると思うので、パンチ力は握力じゃない、そこは多分そうなんだなって思います。ただやっぱ前腕のムキムキ具合かっこいいからロマンはある。男は前腕で硬いみたいな、女性の人気筋肉ランキング1位に含めてますから、大胸筋と前腕、だから本当にもう20代の方もみんな鍛えてとてもいいなと思いますけど、鍛え方としては単純なグリッパーもそうですけど、私はこれよりも、これはなんかどっちかっていうとこっちのね、心筋群っていうんですかね、専門用語になっちゃうけど、いわゆるこっちの筋肉です。腹筋っていうこっちの筋肉じゃなくて、こっちの筋肉を使ってるのがグリッパーなんです、ね、指の力だけで、指の力なくてこの4肢を鍛えてるのはグリッパー。でも握り込むっていうとね、もうちょっと欲しいんですね。室伏選手がやってる新聞紙を丸めるトレーニングとか、自分は結構おすすめしてるのはね、このロープでもそうなんですけど、こうやって握り込むしかない。こっちも。何かをこう握り込むっていうのが本当の握力かなって思うんで、もしね、握り込むものが近くにあれば、まあ、新聞紙でいいと思いますけど、ぜひ試してみてください。脱力編終わり。そしたらじゃあ今度腹筋編ですね。腹筋もいろんなトレーニングがあると思うんですけど、何が格闘技に生きるのかって言った時に、上腹部を鍛えてると溝を力った時にフッて息吐いて固めた時に守れるんですよね、中身が。中身というか胃とかそういう横隔膜の上からこう強いアーマーをかぶせることで、鍛えてない人よりは多分強いんですよね。10キロぐらい下の階級のパンチだったら何回でも耐えられるっていうぐらいな。
ただ私と同じ体重の人が同じことやっても耐えられてないってことなんで、多分上腹部の筋肉の影響もあるのかなっていうのが私の理解ですね。格闘技に生かすんだったら上腹部ばっかりでいいのかな。上腹部をめちゃくちゃやりまくるといいと思う。ただ下腹部は下腹部で意外とパンチされた時痛い、違う痛みがあるっていうか、上はね内臓の痛みで内臓を守るみたいな、下は表面的な痛みというか、ね、筋肉を破壊される痛みというか、薄いんですよね下が。だから前蹴りとか刺さったらなんだろう、盲腸になったことないけど、上はね分かんねえな、例えが難しいな。ただそういうことなんですね。下もやっぱ鍛えておいた方がいいと思うんですけど、下は多分鍛えるの難しいですね。薄いままですね、割とね。ただやっぱ下も鍛えとかないとダメだなっていう感じがします。膝とか、膝は上に入るというよりは下に入ると思うんで、そういった意味でもやっぱ、あと見た目ですね、やっぱりね。バキバキの人がね、いいですもんね。そういう意味で鍛えた方がいいっていうのと、やっぱり昔からもう毎回のようにルーティンで腹筋してる人は多分ここの脂肪が落ちてったりとか、腹筋が大きくなるからちょっと脂肪が乗ってても見た目がいいというか、ということで、あと筋肉のデカさは結構守れる度合いが強くなるというか、もうサイヤマングレートさん、日本最大の腹筋してる人だとあんま耐えられてなかったから、腹筋だけではないと思います。腹筋のコントロールでパンチをしっかり受け止めるっていう技術も必要だと思いますので、いっぱいこう腹殴ってもらいながら腹筋鍛えるという形ですかね。私の理解はそんなところです。では肩ですね。肩ね、結構こうシャドウをこうやってやってる人多いですよね。プロの人でも多いし、うちの会員さんでも結構多いんですけど、私はなんか昔ちょっとムエタイ寄りのキックボクシングジムでダンベル5キロから始めて3キロ2キロ1キロ普通にシャドウやったらいいよって言われて結構やってたんですけど、私はでも本当に10年以上やってないっていうか、それも教えてないんで、なんでかっていうと、ただ肩トレは好きなんですね。某ビッグヒデ、某っていうか、日本最高の世界に通用するボディビルダーの人は肩の強さはショルダープレスだ、ショルダープレスも死ぬほどやってましたけど、まあ、確かにね肩自体は強くなったんですけど、やっぱり16オンスとかはめてワシワシたまにやったりすると疲れるんですよね。当時めっちゃ肩強かったんですけど、サイドレイズとかも20キロとかでやってたし、ショルダープレスとかも倍ぐらいでやったりしてたんですけど、でもそこでも16オンスはめてやったらもう1ラウンド2ラウンド肩疲れんなみたいな感じで、あんまり肩の疲労度というか肩の強さって格闘技の肩の強さじゃないな、そこで感じてしまって、またちょっとボクシングジムでこうワシワシやらせてもらった時に、めっちゃ強いですよねみんな、なんでそんな強いんですかって言ったら、ウェイトやってません、ずっとこれ毎日やってますみたいな肩の強さって別にウェイトの強さじゃないのかなみたいな感じで、私はそこで腑に落ちてしまって、でそこからワシ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 こうスパーとかサンドバッグめっちゃ打ってたら肩の持久力がついたのかな。ただこのサイドレイズとかプレスはめっちゃ落ちてるんですよね、当時より落ちてたらやってない。ただ格闘技の肩はめっちゃ強くなってるっていう現象が起きて、そこからいらん腑に落ちましたけど、ただ肩の丸みはなくなりまして、ダセー体してんなーって自分で思いながら生きてますはい、以上です。次は二頭筋ですね。二頭筋はね、いらないと私は思ってます。なんでかっていうと、二頭筋やるとね、ここの筋痛めたりとかして、腱かな、二頭筋腱とか痛めたり、ここ痛めるとねパンチ打てなくなるんですよね。二頭筋が優位に働くパンチってフックとアッパーなんですけど、フックとアッパーを二頭筋使って打ったらダメだと私は思ってるんで、でも二頭筋使うシーンはありますし、絶対使ってないっていうことはないんですけど、ただ本当に二頭筋のその筋肉痛とか疲労がね、格闘技の練習にめっちゃ響くんで、私はいらんって思っちゃって、もしやるとしたら本当形作るぐらいに留めておいた方がいいのかなバシバシやることじゃないかなと思ってます。でも二頭筋が強いことで多少やっぱアッパーの手打ちになるような至近距離とかでこうドーンって突き上げるみたいな部分はあると思うんで、間違いなく必要な部分の筋肉ではあるんですけど、私はだいぶ順位としては低いですね。優先度は最下位ぐらいです。ただかっこいいですよね、二頭筋ね、夏場とかはい、以上。背中ですね。背中って言ってもね、デッドリフトとか本当一流の人やってますけど、必要なんですけど、デッドリフト やりまくって、あとベントオーバーロインとかやりまくって、ボディメイクはこう完璧にあれは必要だと思うんですけど、メキメキ格闘技に行きたかっていう感覚はなかったんですね。どっちかっていうと懸垂ですね。懸垂
この懸垂の方がどっちかっていうと生きてる感じがしますね。あのパッチが少し楽になったりと速くなったり、やっぱ懸垂ってこうどっちかっていうと握力も使うし、腕周り全部、肩も使うし、三頭も使うし、全部使うんで、この一連の動きがただの筋トレとは違って、筋肉を流れるように使うっていうテクニック的な要素があるんで、そこが生きてるっていう感覚があるのかもしれないんですけど、筋持久っていう意味でね、自重なので、懸垂はね本当に格闘技はトップクラスに大事なトレーニングなのかなって勝手に思って、格闘技すごい上手い人と強い人は懸垂いっぱいできるはずです。マッスルコントロールとかできてるはず。なので本当にでも超一流の人とかプロでやってる方とかは結構出てる人ももちろんやってますけど、まあ出てる人とか苦手な人でバキバキになって大会出たくないとかっていう人は別にいらんのかなみたいな感じですね。いらんっていうか、どっちかというと格闘技の方を優先して練習した方がいいって思ってます。どっちかというとパンチ力って脊柱起立筋とか広背筋っていうよりは前鋸筋とか大円小円とか、この肩甲骨の近くの筋肉、腹筋肉とか、ピンポイントなちっちゃい筋肉を大きくするみたいな、そういうイメージなんですよね、私としては。広背筋とかって言うんですけど、広背筋っていうよりは、肩甲骨の本当に付近の筋肉、本来ちっちゃい筋肉を強くするっていうような感じなのかなって勝手に思ってて、なんで、本当に広背筋とかにバシバシ効かせるような背筋トレーニングじゃないのかなって、私はね、思ってて。ただ絶対に強い、本当に一流になりたいとか強くなりたいっていう人はやった方がいいと思います。あんまりその辺のトレーニングでね批判すると界隈からうるさそうな、はい、言っときます。はい、以上スクワット、スクワットですね、足のトレーニング。まあ足は本当にまあ言わずもがな、絶対大事だ、一番大事だと思ってます。これもね、5年10年前ぐらいはそんなに優先順位高くないと思ってますけど、詰めるとやっぱ足だな。ただウェイトトレーニングでガシガシ追い込むことが最重要かと言ったらそうじゃないのかな。で、人によるって思ってます。足のトレーニングの仕方っていうのはね。なんで、その人の戦い方とか、スタンス、フォームに合ったトレーニング法をやっぱチョイスすべきかなと思ってまして、ただ自分の場合はいろんな足のトレーニングをした方が、いろんな状況ね、どうなるかわかんない。どう動きを強制されるかわからないんで、いろんなシーンを踏まえて、やっぱ本当に一流のプロの人はいろんなトレーニングやってますね。こういうのもそうだし、こういうのとか、いろんなのやってます。多分こういうのもだけど、いろんなシーンで足をこう楽に使えるというか、柔軟に使えるようにピョンピョン跳ねたり、あらゆるものを取り入れて、その一つの種目が疲れなくなったら他の種目やってもいいと思うし、そんな感じで、あとは膝の関節、膝ですね、膝をぶっ壊さないように注意しながら、膝と腰を壊さないようにうまく丁寧に筋肉を意識しながらやってみるといいと思います。普段は走った方がいいのかなって、ずっとランニングはいらないなって思ってましたけど、やっぱり走った方がいいのかなって思いつつ、走らないで紹介を迎えそうな私です。はい、ではね、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。筋トレのトレーニングの仕方とかまとめるって言っといて、必要かしそうじゃないかぐらいなことに後半になっちゃったと思うんですけど、トレーニングの仕方とかも本当に私より専門的にね、やってる、前線でやってる人というか、今もちゃんとやってる人がいるので、私なんかがね言うことじゃないなって思ってるんで、専門的にはフォームとかそういうのは言わないようにしてます。今筋トレ系 YouTuber とか格闘家の YouTuber の人でも多分筋トレワシワシやってる人多いんで、あそこをね見ていただければすごいもう投げやりですけど、ただね、筋トレはやっぱいいですね。ハッピーホルモンが多分増えてる感じがして、気持ちが落ちてる時も筋トレやると本当にね幸せな気分になるので、ただ強くなるとかマッチョになるっていう目的以外にもなんか大事な気はしますね。富裕層とか成功者は絶対筋トレしてるとかって言いますからね。なので本当に筋トレは格闘技やってるやってない関係なくやってみると私はいいと思ってます。怪我だけ注意してください。ではね、この動画参考になりましたらグッドボタン、コメント、要望よろしくお願いします。ではね、またじゃあね。